続いて有吉のそれわかる。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネームイクノブ。本田翼ちゃんと山本瑞希ちゃんにコーラを飲んでもらって耳元ででっかいゲップされたいな。うん、まあちょっとこれわかんないね俺。これがいいんだな、珍しいな。でもシンプルっちゃシンプル、まあだいぶまあ趣旨にはあってますね。はい、ラジオネーム大丈夫を気取っています。栗山千明さんに監禁拘束され、何か暴力を振るわれるわけでもなく、ただひたすら股間に息を吹きかけてほしい。これはもう優しくされすぎよ。だから拘束までされて、監禁拘束されて、ただ股間に息吹きかけるのって贅沢すぎるだろ。虫が良すぎるよ。こんなもん耳そぎ落とされてこそだから。そうなんすか。ほら、拘束されて監禁されて耳そぎ落とされてからがスタートだから。そうなんですか。耳そぎ落とされてそこを手拭いてもらったらわかるですよ。あ、そうですか。耳をそぎ落とさなきゃ。こんなもん、そんな甘えた話があるかお前。監禁拘束されて息股間にかけるって、そんなサービス満点じゃないか。風俗店じゃないんだから。確かになめんなよお前。耳切られるんだ。ラジオネームエモペ。深田恭子さんに車で遠くの湿地まで連れてこられ、この汚い沼で1分間潜水できたらエッチなことしてあげるよと言われて、俺ははい頑張りますと汚い沼に飛び込み、頑張って潜水をする。そしてうわぁ深田さん1分間潜水できましたよと沼から上がると、深田恭子さんの姿はなく、俺は見知らぬ湿地をあてもなくさまよい。これは厳しすぎる。これは厳しい。これはお前救いようがない。せめてそこに深田恭子さんのパンティーが置いてない。ああなるほどね。深田恭子さん以外がパンティーではっていう。なるほど。夢か幻かうつつかっていう世界です。これが深いですね。なんかね。AS。趣味のキックボクシングの練習にやってきた武井絵美ちゃん。俺はいつものように絵美ちゃんのサンドバッグに入り、上から頭だけを出す。いわゆるミノムシ方式で絵美ちゃんに声援を送る。ほらもっと出るだろ、ほら来い、もっともっとだよ。何発も俺の体にパンチキックを打ち込む絵美ちゃん。その度に恍惚の表情を浮かべる俺。その時エミちゃんの強烈なパンチが俺のチンコにジャストミート。俺は一瞬の快楽の後、信じられないほどの痛みに襲われ、思わず「はっ!」と声を漏らしてしまう。それをエミちゃんはいいパンチが入ったと勘違い。そこから執拗に俺のチンコをめがけてパンチを打ってくる。俺はあまりの激痛に気を失いかけるも、それを超えると痛みは消え、快楽だけが残る。チンコーズハイに突入する。それが30分続いた後、俺は「よし一旦休憩だ!」とサンドバッグから出る。そして地面に足をついた瞬間、この世のものとは思えない激痛を超えた腸痛に襲われ、病院に運ばれたい。これでもマジで外国もののさ AV 見てたらさ、マジで男が普通に股開いた大の字、股開いた状態で立ってて、外国の体大きいもうハイヒールを履いた女の人が全力で金玉蹴るのよ。うわー、それさ死ぬって思うじゃん。死なないのね。だってもうパンってうわーっつって、それすごいよね。それそういうプレーなんだ。想像しただけでも気絶しそうじゃん俺ら。確かに。いやいや深いのよ。深いね性は。よく見ましたねそれ。またラジオネームエモペ。だからこんなみんなが想像してることって無茶じゃないぜってことだ。まだまだ甘い。いやまさにわかるだぜっていう。なるほど。深いコーナー。ラジオネームエモペ。七尾さんが工作をすることになり、材料の俺は尿道にワイヤーを入れてもらう。そしてワイヤーを2メートルぐらい入れてもらったところで「あ、七尾さんあもう限界です」と言うと、七尾さんが「ダメよ、あと 100m あるから覚悟しなさい」というので、俺は「そんなにですか?」っていうか「尿道にワイヤーって一体何を作ってるんですか?」と恐る恐る尋ねてみると、七尾さんは「エスカレーターよ」と答え。俺は「エスカレーター、あもしかするとエレベーターの間違いでは?」と間違いを指摘し、七尾さんをイラつかせてビンタされたい。シンプル。ビンタもうご褒美じゃないだろ。尿道にワイヤー 100m 入れられてんのに。それビンタで。ラジオネーム美は乱調にあり。お待たせいたしました。今週のハンドジョブされたいのお時間がやってまいりました。まあ、募集してませんけどね。公園で落とし穴を掘り、誰か落ちないか隠れて見ていると、麻生久美子さんがベビーカーをしてやってきました。私が掘った落とし穴の方に進んでいくので危ないと思った私はダッシュで落とし穴の方に向かい、自ら穴に落ちます。麻生さんは大丈夫ですかと穴に落ちた私を引き上げてくださいます。すりむいた私の膝から血が出てます。麻生さんはハンカチーフで止血をしてくださいます。麻生さんは襟首がルーズなタイプのシャツをお召しになっておられ、谷間があらわになっており、私の具足もビンビンに元気になってしまい、履いていた薄手の短パンはテントを張り、カウパーが滲んでしまいました。その様子を見た麻生さんは「あっ！」と気づきになられ、頬を染めながらも「血液は止まりましたけども、下の方の液体も止めないといけませんね」と、その流れでというまあいいけどな。そうですね。うん、まあでもそこにベビーカーがあるから、ちょっとやっぱりあれだね、背徳感だな。難しいとこだな。なるほど。子供が泣いちゃってるからね。大丈夫、ラッパーでいきましょう。新番組 MC に任された広瀬すずと高橋真麻にインタビューをすることになった。俺はインタビュアーの立場を生かし、広瀬すずにセクハラ質問をしようと思い「今日のパンティの色は何ですか？」と聞いたら、高橋真麻が「今日はピンク色のパンティです」どんなプレーが好きですか？と聞いたら、高橋真麻が「私は MK があるので優先プレーかな」乳首の色は何色でどれぐらいの大きさですか？と聞いたら、高橋真麻が「乳首の色は茶色っぽくて大きさは CD ぐらいありますね」と全部高橋真麻が答えてぶち切れた。俺は「おめえに聞いてんじゃねえこの鼻でかババア」と言ったら、高橋真麻が「そんな質問すずちゃんが答えられるわけないでしょ？」と言って、俺のチンコを思いっきり蹴り上げてきたので、俺は大声で「越後製菓!」と叫びながら昇天した。バカブレイク。